はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に杯やっていきましょうということで、お久しぶりでございます。もうどれぐらいぶりでしょうか。またちょっとね、動画が撮れておりませんが、こちら来ましたね、おめでとうございますということで、クォーターアニバーサリーですね。まあなんかね、1個前のアニバーサリーが、2ヶ月ね連続でやってたので、なんかあっという間のクォーターという感じがしますが、クォーターアニバーサリーが来ております。はい、そして来ましたね、まあバナーでね、なんとなくレアルマドリードかなというところだったんですが、その通りですね、レアルが登場しました。で、監督がベルゴスケ監督ですね。はい、でここレアルが来てるということで、いろいろキャンペーン来てるんですけど、まあ、この辺はご自身で見ていただくとして、こちらですね、ガチャ、ここを見ていきたいかなというふうに思います。はい。ということで、初登場ですね、ラウールが登場という感じです。まあ、ラウール・グティ、これあれですかね、カンテナ出身ですかね、レアルのね。はい、それではこちらのガチャ見ていきたいと思います。レアルマドリドのスーパーレジェンドですね、ラウール。嬉しい方多いんじゃないでしょうか。まあラウールとグティね、この2人多分カンテラ出身ですかね、ガスティージャですかね。まあ生え抜きのもうレアル、ザ・レアルの象徴って感じですよね。ラウール、グティでロベカルですよね。まあこの流れで来るとおそらく追撃がまた楽しみですよね。フィーゴとか来るのかななんて思いながら、まあジダンはねさすがにないのかなと思いますが、ジダン来たらねもう大盛り上がりだと思いますが、どうでしょうかということで、まあ追撃も含めてね、レアルのアニバーサリー面白いなというふうに思っております。ではこちらステップ見ていきたいと思います。まあ常設 6% のガチャということで、結構厳しいねアニバ仕様になっております。はい、でステップ1、最後の枠が特別獲得枠で 10% です。でステップ3が 15% で、黒ビブとね白ビブがここでもらえますね。ちょっとねその覚醒戦に行こうじゃ飛ばしますね。はい、でステップ5で 25% ということなので、まあ、なかなかねちょっとこの辺 10%、15%、25% 取れる人も限られるので、まあ、空気かなという感じはしますね。はい、でステップ8で、新星5、1名確定が来ておりますね。これ嬉しいですね。はい、ということで、まあ、いきなりね 25% からぐんとね確定に変わりますので、ステップ8かなり大きいかなと思います。でステップ10も確定ということで、まあステップ8までとかね、6とか7とかまでいったら、まあ8、9、8、10と、やらない人はいないんじゃないかなというぐらい、ステップ8以降がね激アツかなというふうに思いますね。さらにはステップ10で、無制限の限界突破アイテムももらえるということで、まあ実質ね好きな選手が、獲得できたのと同じぐらいの価値がある、こちらね無制限の限界突破アイテム。さらには、1周目100プラス3周目300に関しては、好きな選手を交換できる交換チケットが、手に入るという形になっております。どっか書いてあったけどどこだ、まあいいや。はい、ということで、なのでまあ実質 6% ガチャで厳しいガチャなんですけど、100連さえいける人は、ステップ10までいける人は、確実にねステップ8で1名確定、ステップ10で1名確定プラス無制限の限界突破アイテム1個プラス、好きな選手を交換できる交換チケットもゲットできるということなので、まあ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 、いつものアニバーサリーかなという感じでございます。はい、ということで、いつものごとくごめんなさい、レアタブからいきますよ。はい、ご察しくださいということでいきましょう。はい、ラウールからスタートしてルニンまで合計、まあ、9名なんですけど、 FS がね今回も登場しておりますので、合計10名のガチャになっております。はい、ということで、まあ、これもねちょっとね多いんで、前半戦後半戦で分けていきたいというふうに思います。はい、ではまず前半戦、まずは目玉のラウールから見ていきたいと思います。はい、ラウールゴンザレスですね。ついに満を持してサカツクに登場でございます。シャドウストライカー系統で来ております。はい、で当然ですねステータス SS で来ておりますので、最高峰のステータスになってます。はい、まずドリブルですね。ドリブルが4000ですね。まあ、合格ラインというかね、十分使えるレベルになっております。で、シュートが、7000ですね。もうこれはね、トップクラス7000ですね。で、パスも高いんですね。パスも、3000、まあ4000弱ですね。
4000弱あるということで、ドリブルパスしっかりと4000オーバーというところにシュートが7000ということで十分強いオフェンス能力を持っていると。そこにプラスでここが高いですね、トラップやばいですね、6081というトラップ数値、これかなり高いです。でそこに精神力が2878か、高くはないけど、ギリ合格ラインっていう感じで、フィジカルがスピードもパワーも3000弱ということで、これも高めかなということで、まんべんなく高くて、最低限尖ってほしいシュートがちゃんと7000オーバーしてるという感じのラウール・ゴンザレスですね。はい、やばいぞ、ぶっ壊れだぞという捨て振りにはなってないかなっていうのが、実際正直なところかなとは思います。はい、でシャドーストライカー系統で特徴がエリアの剣王でオフェンス能力トラップキープダイアップ、前線のアーティストトラップ特ダイアップオフェンス能力ダイアップ、すごいな、マルチクリエイターシュートトラップ特ダイアップパスダイアップ、すごいな、めっちゃ上がるな、シュートドリブルパストラップキープダイアップトラップ特ダイアップシュートパスドリブルダイアップシュートトラップ特ダイアップパスダイアップか、これやばいな、えげつないな特徴で、フィニッシュマスターでシュートとトラップスキルの発動率が特ダイアップですね。はい、でファーストがなんとトラップできました、リーガルトラップですね。相手ディフェンダー選手全員のスタミナ中断、これはねいつも通りって感じですね。で一定時間自身のトラップシュートキープ超特大アップ、やばい、ここで異変が来ましたね。流れとしては、相手のディフェンダーもしくはミッドフィルダーのスタミナ中断っていうのがトラップのね基本ですよね。でそこから自身のステータスを上げていきながら相手のデバフをかけていくっていうのが最近なんですが、今回に関しては相手のデバフがない代わりに自身に圧倒的なバフをかけていくっていうのがこのリーガルトラップ、一定時間っていう枕がありながら、なんとトラップシュートキープの3項目シュート入ってますからね、シュートこの3項目をしかも超特大アップ、特大アップじゃないですよ、超特大アップ、これえぐいっす、これ強いな。最近ね特に決定力っていうところで相手のディフェンス能力も高くなって、ゴールキーパーが何よりもインフレしてなかなか得点が決まらないという昨今の中で、トラップした瞬間からシュートを一定時間超特大アップしている状態から、攻撃が開始できるということで、この後ね例えばドリブルで、例えばですけどさらにシュートが上がっていくようなライトニングドリブルとか、やるとそこにシュートがさらにアップして、そこからさらにシュートスキルで、レジアス系の超特大アップとかかかってくると、もうえげつないシュート数値に上がって、得点力が上がってくるというような、そういうコンボがね、行っていくことができる。なので一定時間シュート超特大アップっていうのは、このトラップに関しては前線の選手が持つことで、最終フィニッシュの、決定率がかなり上がってくるトラップなのかなというふうに思いますね。はい、そしてアーティスティックシュート、これはそんな強くないですよね。フォワード選手全員のスタミナ、極小回復はほぼ空気、一定時間自身のシュート、ドリブル、精神力、ダイアップ、ここは強いんですけどね。はい、っていう感じでございます。そして、5突すると、なんとさらに化け物に変わります。ディフェンス選手全員のスタミナ、ここね、基本変わらないことが多いんですよね、5突しても。なんですが、なんと今回、大ダウン。これめっちゃでかいです。大ダウンはねかなり一撃でドカンって相手のディフェンダースタミナを壊れるんで、これはでかい。さらになんと一定時間自身のトラップシュートキープが超特大アップが極大ではなく、さらに上超極大アップ、もう意味不明なぐらいバージョンアップするという感じでございますので、これはやばいね。ラウールなんかねステータスこそまんべんなかったんでぶっ壊れ感はなかったんですけど、特徴とスキルがえぐい、これは強いね。トラップシュートキープ、キープはそんな高くなかった気がする。キープは1600か。でもこの超高いトラップとシュートが一定時間上がるんでしょう、超極大。こっからのシュートは相当決定力高いでしょう、精神力もあるしね。もちろん当然ですけど強いかな、強いでしょ。
はい、というのがラウールです。まあ唯一言うならプレスタがねシャドーストライカー系統ということで、まあシャドーストライカーはそこまでね重宝されないかなっていうところではあるんですが、今回ね、指定プレスタになっているので、まあラウールがピタリと当てはまってくるかなというところです。まあ、シャドーストッカーだからトラップだからちょっと下げてね、トラップたくさん発動させれるように、使っていくのがいいのかなというふうに思いますね。はい、続いてラウール FS ですね。フリースキルバージョン来ております。先ほどのアーティスティコシュートがなくなったバージョンですね。まあもちろんこっちがいいでしょうね。ここにね強力なシュートとか持っていきたいですよね。はい、この FS はね確実にゲットする方法はありませんので、まあ運に頼っていくというしかないのかなというところですね。はい、続いてアルダ・ギュレル。ギュレルはセンターの、OMF と右と左の両方が赤適正ポジションということで非常に珍しい、ユーティリティの高い、選手に仕上がっておりますが、はい、能力アップ S2 つ持ちということでかなりねちょっと現状ではステータスが物足りないかなというふうに思います。で、特徴スキルに関してもちょっとね微妙かなというところで、完全に今回の外れ枠にされてしまったギュレルかなというところですね。はい、で、まあ、当然ですねこれ追撃でこのセンターの OMF かセントラルミッドフィルダー系と、まあ、ここに関してはおそらく追撃で新選手が登場してくると思われます。まあ、もし登場しなかった場合はもうこのギュレルがね当てはまってくるということで、急ピッチでガチ勢も作らなきゃいけなくなるという感じなので、一応ね売却せずに取っておこうかなというふうには思いますが、まあ間違いなく OMF ね、ここは強い選手がレアルね誰が来るんだろうというところでございますので、外れ枠でいいんじゃないかなと思います。はい、続いてバルベルデいきましょう。はい、フェデリコ・バルベルデ来ました。ウルグアイですね。はい、セントラルミッドフィルダー系統で OMF プラス、右のミッドフィルダーが赤適正ポジションになっております。で、今回、OMF のセントラルミッドフィルダー系統の指定にも当てはまりますし、右サイドは指定がありませんので、どっちで使っていってもジョーカーとして活躍してくれるバルベルデ登場という感じになっておりますが、残念なのがここですね。ジョーカーマドリード FC ということで、クラブですね限定ジョーカー来ちゃいましたということです。まあ、マドリードなんでね比較的ね、まあこれもまた出てくるかもとは思いますが、まあその時にはねジョーカーまたインフレしてるということを考えると、本当にね今回の監督のためだけのジョーカーと言ってもいいんじゃないかなと思いますね。で、オフェンスマスターオフェンス能力ダイアップ、勝負師パスドリブルダイアップで、アンタッチャブルドリブルスキルの発動得ダイアップ、トボンドリブル、まあ古いですけど今でも最高峰のドリブルとして君臨してますね。一定時間ドリブル特ダイアップ、相手ディフェンダー選手全員のタックルパスカット特大ダウン、スタミナもねディフェンダーショーダウンしますということで、非常に強い、ドリブルついてます。で、まあ、X キーあるんでセントラルミッドフィルダーで OMF で使ってもっていうような動きになってくるのかなと思いますね。はい、で能力としてはシュート数値がそこまで高くないですよね。はい、でドリブルがまずめちゃくちゃ高いです。6000ですね。6000、まあ、ジョーカーで6000だったら十分ですね。トップクラスです。でシュートが若干低め、3000ちょいというところで、若干抑えめなところなんですよねシュートが。はい、まあ、なんで OMF とか右ミッドフィルダーで使ってフィニッシャーというよりかはチャンスメイクっていうところがメインになってくるのかなと思いますが、でパスがね高いですね。6000だからドリブルパスが6000でシュート控えめなんで、まあ間違いね、チャンスメーカーとして使っていくのがいいんじゃないかなというような感じでございます。まあ、正直ねそうめちゃくちゃ必要かっていったらそうでもないかなっていう感じですが、まあ、ユーティリティはこの監督に関しては高いかなと思いますが、監督限定ジョーカーなんで、まあ、無理して狙っていくほどではないかなと思いますね。はい、っていう感じで、ございます。ラスト今日前半戦ラスト、グーティーはねメインどころで、グーティークロースとかメインどころ、まあロベカルもそうか、ちょっともう
あれじゃない、メインじゃないところだけサクッといっちゃおうか。ナチョ行きましょうか、ナチョね。はい、ナチョはね、もうバンディエラとして使っていくための選手と思っていただいていいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ選手としてまず、スキルフェリアスマーク弱くはないですけどね、まあだいぶ古い、スキルになってきましたね。はい、でまあ全体的にまあ別に悪くはない、まあ、あのディフェンス能力にしっかりと数値が振られているので、センターバックとして最低限の活躍はしてくれますけど、まあ特段尖ってるわけではないので、まあ無理して作っていく選手ではないかなと思います。バンディエラ特徴として、そうそう、これバンディエラ特徴としてかなり優秀なバンディエラ特徴ですね。まずは中央突破の得意戦術に対してのショーアップを持ってます。これね、非常に重要です。これは時代が変わっていってもこのナチョはねかけていくことができますので、中央突破の選手たちにね、これは非常に強いかなと思います。でさらにマドリードの選手にダイアップ、かけていくことができるということで、まあ一体は持っておきたいナチョかなという感じです。はい、残りは後半戦でちょっとお話しさせていただきたいなというふうに思います。グティ、クロース、ロベカル、バスケス、ルニンね、後半戦でお話しさせていただきたいというふうに思います。はい、ということでまず一旦ねこの辺で、動画を終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh, oh, oh.